クイントス・セレヌス・サンモニクスは、ローマ皇帝のプブリウス・セプティミウス・ゲタヤ・からからの、家庭教師、医師を務め、ローマの学者、内科医でありながら、政治に強い影響力を持った人物である。彼の唯一現存している著書、デメディシーナ・プリセプタ・サルー・バーマは、マラリアを治療する呪文として、アブラカダブラという言葉が、文献上では初めて使われた書物となっている。 セレヌス・サンモニクスは、マラリアに対する文学的なお守りとして、アブラカダブラを使うことを提唱した。セレヌス・サンモニクスは、マルクス・コルネリウス・フロントやアウルス・ゲッリウスの後継者にふさわしいとまで歌われた、語法を使用していた時代の典型的な文学者で、彼が得た社会的な地位や立場は、一般的な文法への情熱と古代からの言い伝えの、 習得と深く結びついているとされている。セレヌスの著作を作品サトゥルナリアに投用したマクロビウスはその時代の最も優れた学者であったと評した。アルノビウスとマウルスセルウィウス・ホノラトゥスはセレヌスの深い学識を研究のために使用した。セレヌス自身は当時6万冊の蔵書を持っていた。 彼の著書の中で最も引用されているのは当時5冊以上あったとされている。レスレコンダイティで、現在ではその断片のみが引用されて残っている。1115のヘクサメトロスから構成されている著書、デメディシーナプリセプタには、ガイウスプリニウスセクンドゥスやペダニウスディオスコリですから知識を借用して書かれた一般的な治療法が数多く残されているほか、 発熱やマラリアの治療法として、アブラカダブラなどの魔法の処方方法が記されている。著書の最後は、ポントス王国のミトリガテス6世の有名な解毒剤の記述で締めくくられている。これらの記述は、中世に頻繁に使用されたものを数多く含んでおり、一般治療薬の古代史を知る上で大切な資料とされている。ローマ皇帝群像によれば、 セレヌスは有名な医師で多芸多彩な人物であったが、212年の12月に兄の暗殺直後にカラカラから招待された園籍で皇帝下タのパルチザンと友死しに処せられたとされている。彼の死後、セレヌス・サンモニクスの名声は3世紀頃の暗黒時代を超えて古代末期にも影響力を与え、シドニウス・アポリナリスなどの学者にも影響を与えた。 なお、デメリデシーナプリセプタの最初の印刷版は1484年以前に、序盤にスルピツヨダベロリによって編纂されたものである。ありがとうございます。